意識はそこだけど、そこに着く前に当たる、あれ止まったのっていうのをちゃんと合わせないと。インコースに。はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、コウリさんとサトミさんと一緒にですね、沖堤防に来ております。この時期ですが、パイプでですね、よく釣れておりまして、こちらパイプ虫を使って釣りに来ております。パイプ虫はですね、木更津から取ってきていただいたものを今回使用しておりますが、こちらのですね、堤防で使っているパイプ虫と大差なく釣果が出せておりました。郡さんがおっしゃるには、冷凍していても特に問題はなくて、匂いも当然大事なんですが、やはり形などが大切だよというふうにおっしゃっておりました。で、前日からですね、朝一で来ると大変連発しているっていうふうなお話を聞いてですね、今回朝一から来ております。今回もですね、行っていく釣りはヘチ釣りでございます。ヘチ釣りは多く歩く釣りでございまして、歩くことで筋力が増強し、脳梗塞、心筋梗塞、心不全などの予防、および腎臓の働きが改善することが見込まれております。またですね、腎臓が悪くなってしまった場合はですね、透析治療へと移行いたしますが、在宅で行われる腹膜透析と、クリニックなどで行う血液透析がございます。落ちていかないな。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。頑張りましょう。頑張りましょう。うん、深かったり浅かったり、朝一だからわからないんで、探りながら、はい、頑張って釣って。はい、さとみちゃんなら釣れる。じゃあね。はい、了解です。言い残して。はーい。止まってた。あー、キャッチしたいよ。でも、あんま当たり分かんなかったかも。はい、来ました。久しぶりのクロダイです。これいけるかな。やってみます。よいしょ。かかってんじゃん、やっぱり。巻いて巻いて。かかったでしょ。結構ね、そこの方。おお、よう曲がる。上手上手。やったぜ。取り込み難しいから気をつけてね。高いから。止まってた？糸が。あ、うまいうまい。巻いて巻いていい。でかくないそれ。キャッチできるさ。でも止まってたんじゃないそれ。うん。多分離す。もう僕なん荷ばらしですよ。球出して、いい綺麗なクロダイだよ。やってみます。やってみて。いけいけ。
おーしゃうまい、ナイス。やってやった、やってやった。これナイス。ナイスナイス。イエーイ。ああ、石垣結構可愛い。で取れましたので、はい。幸先よくですね、里見さんがですね、1枚をバッチリとかけてくれました。パイプ虫を使って最初に釣りを行うとですね、結構釘が浅くてバラしたりするのですが、乗る前からですね、アドバイスをよく聞かれていたせいか、バッチリと1枚かけられていたようです。棚で来たようです。落とすのってだったら、食ってた。すごい外れちゃうね。完全にバレた。あー、やれました。やられた。来たかも。さっき多分大和屋さんの食ったものが。そこの方でした。でもちっちゃいな。ちっちゃいけど。なんか張ってないとあれわかんないですね、うん、で当たりあるの楽しいですね。やっぱ行けるかな。そうですね、やっと。いやもう先週のリベンジマッチですね、マジで。もうや来た、すげえ連発じゃん、さとみさん。いや、その方が行っちゃう。そこの方ですか。いやいや、これこうやってやろう。連発。いや嬉しい。いや結構でかいよ。当てないと分かんないよ。分かんない。当てても意外と食うから。で俺3バラシだよ、さとみさんが2枚釣る間に。楽しい。よしよし、まだ出せるよ、タンも大丈夫だよ。あ、頭から行きましょう。よし、ナイス、上手。もう慣れたもんじゃないですか、2枚目になってきたら。そうですね、やっと。いやもう先週のリベンジマッチ。本当ですよ。よし、ありがとう。釣れまくりましたから、マジで本当。ちょっとさっき、あげてください。あ、こっち。魚を。ありがとう。こんなもんかな。よし、ありがとう。私、大和屋が使っている竿はですね、黒鯛工房の黒鯛氏ザ・ヘチリミテッド BB400 の 2.55m の竿を使用しております。使っている仕掛けはですね、道糸がナイロン1号、ハリスがですね、1号のシーガーのグランドマックスを使用しております。針はチヌアールの4号ぐらいですね、こちら大きめのものを使用しております。
さとみさんかかりました。すごい変なとこかかってとなんか向いちゃったっす。よいしょ、やっとやっと釣れたよ、さとみさん。やった、これで安心して撮影ができるぜ。ああ、すみません。フリーダムス。よかった。すごい。でもなんか一瞬で浮いてきたよ、なんか知らんけど。でさあ、ちょっとさ、インチキしてやって、ここ見て。針に磯目つけてる。多分ね、これいいんだと思う。そう、これがいいんやと思うで。一発で来ますよね。一発で磯目の方に来てたもんだって。確かにパイプ無事ですもんね。無事。うちの視点カメラで、あ、もう浮いてきてらっしゃった。イエーイ、やっと。やったこれでフリーダムです。お、すごい。でもなんか一瞬で浮いてきたよ、なんか知らん。なんかちょっとインチキしてやって、はい、ここ見て、ね、さすがに。ありがとう、ありがとう。渡った、よし。渡った、よし。おー、でこ。よし。おい、そうっすよ。うわ、めちゃでかこれ。おお、ちょっと時間かかっちゃうかも。うん、大きいこれ。近いとこ、おれ。あ、でも頭にかかっちゃって、結構デカめっすよね。よっ、よいしょ。うぃ、連発だ、ついに。ありがとう。連発。うん。結構大きいね。あ、45ぐらいだね。よいしょ。あ、ごめんね。じゃあちょっとお先にどうぞ。あ、そっちも。お、でかくないそれ。ちょっといい、ちょっといいサイズじゃん。もうちょっと巻いた方がいいかも。はい、いけるか。いけた、いけた。こちらも一匹でした。お、ナイス。やりますね。でっか、そっち。いい感じじゃない？それ。だいぶ、だいぶいい感じっすよ。しっかり。しっかり、口ですか。ナイス。お、なんか35ぐらいのやつだ。こっちはめっちゃすごい。
めっちゃ止まってた。やっと来たぜ。結構強い。入んないで。ちょっといいサイズな気します。止めた方がいいかな。いけるかな。止まってました。やりました。あ、結構そっち。ちょっといい感じの、いい感じじゃない？サイズな気はしてますけど。いい感じっす。おお、しっかり。しっかり。綺麗にかかってます。今回ダブルヒットでですね、クロダイが釣れてくれました。しかしながらですね、この後から結構活性が下がってきてしまって、パイプ虫で当たる位置もかなり底付近の方になってきておりました。よいしょ。見てたらかけるんだよな、すごいな。な、見てたらかけるんですよね、氷さん。あ、いいカードですね。今日3です。あ、よかった、これで俺も3だ。あ、本当ですか。はい、いや、あさとみちゃんも3です。でこさすがみんな3枚です。みんな3です、今のとこ。でこ、本当ですよ。起きつくの早いな、これさ、さすがそうですね。これも上の方ですか、棚。いや、でも高かったよ。あ、人が斜めの向こう走ってっちゃった。あ、確かに確かに。あ、そういうことだったんですね。よいしょ、やる。やるな、さとみさん。いや、バッチリじゃない。すげえぜ。ほぼバラしないじゃん。いいじゃん、バッチリかかってるよ、ほしたら。あ、多分それでかいよ、沖に走ってるから。でしょ、結構強い。それちょっと時間かけた方がいいよ、糸出して、あのあれだったらほんで、寄せるときはこうアイーンって横に、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
負ける負ける。あ、で負けるだけにグイーンって巻いちゃって。バレた？バレた。ああ、惜しいね。あ、本当。ちょっとライン弱ってたかな。でかかったもんね今の。あ、もったいな。あ、外れちゃった。よくあるんで。針変えた方がいいっすよ、さとみさん。なんか合わせが早かったかもって思って。なんか2回ぐらい合わせちゃいました、後から。結構強いかも。結構強いかも。ちょっと出し、そうですね、ちょっと。寄せるときはもうアイーンっていう。こんな感じで。今負けそう。あ、やばい。バレた。C なんか切れた気がする。外れました。そうですね、外れました。悲しい。じゃあ本当だね、餌だけなくなりました。本当あまた来ました。ですね、なんか磯目もなくなったわ。イソメも全部食われた。来てる。さとみさん、後半戦頑張っていきましょう。今からあれですね、はい、こっちがいい、連れてる情報があるので、はい、参上します。参上しましょう。今は8時半ちょっと前の揚げっぱなの前です。うん、3匹かけてて、目の前で2回もかけられちゃったね。あそこのとこ本当にね、なんかテンソンなんですかね。あそこそうだと思うよ。なんかハマってるんだね。そうだよ、ね、なるって。じゃあそこらでネチネチやってみましょうよ。うん、いっぱいいるんだよきっと。ですね、うん、ちょっとおにぎり食べたんで。はい、元気いっぱいです。はい、お願いします。お願いします。イエーイ。さとみさん、今日はバッチリ釣りましたね。はい、あかかって、イソメまだいました。イソメ取れたいるけど。本当だ、ちょっとイソメ逃げてるね。あ、短くなってなかった。短くいました。いました、イソメ。イソメとパイプ合わせ技、コラボレーションです。コラボレーションです、はい、今日はさとみさんは何枚釣られましたか？3枚。うお、すごいぜ。もう3枚釣ったら大したもんだ。当たりは何回ですか？当たり5回ぐらいありました。あ、本当すごいな。ゴーノさんだったら相当すごいよ。大したもんだぜ。最後の最後、盛大にばらして、その後もう当たりがなくなりました。あ、いや、まあ時間ですからね。ちなみに黒大工房のこちらはゼロ深瀬ですかね。そうです、これゼロ深瀬。ね、穂先が柔らかいやつだよね、時間のね、はい、ぐにゃんぐにゃんぐにゃんのやつ。当たり取りやすかったですか、そこの方のあたりは？そうですね、結構。そう、今日なんかパイプ初めて、私パイプで初めて釣ったんですけど、はい、あの止まった時と、あと結構あの糸張り気味だと、ブルブルブルってなってて。ああ、そっか。うん、結構分かりました。あ、なるほどですね、うん、それで当たりが。3回目とかは、はい、結構なんか止めがっつり。あ、そうなんですね。止まって、なんか穂先結構揺れてたので。ああ、それでちょっと待っての合わせ、はい、合わせでございましたね。でキャッチしました。あー、さすが、大したもんだぜ。イエーイ。今ちょっと暇な時間になったので。そう。でもまあそこをね、狙って落とそうと思って、うん、サンビーも2つつけて、はい、そこに落とします。はい、また引き続き頑張りましょう。お願いします。お願いします。さとみさん、今日の大変長い沖堤防どうでしたか？今日楽しかったです。お、
朝連発いたしましたね。朝のあのね、モーニングの。モーニングの大連発、3連発でございました、ね。いいところをすることができたので。ああ。コーリさんが言ってた 100% 釣れるよって言ったのはまさしくその通りでしたね。そうですね、君ならできるって言われたので、はい、その言葉を信じて、まあ、ただあの船あのここ着く前にちょっとパイプ使ったことないんで、はい、なんかどうやって釣るかみたいななんかちょこっとだけ教えてもらって、はい、すぐ合わせずにちょっと待つっていうのと、あとは豊辺りだから、はい、まとまってすぐじゃちょっと待ってから合わせるって言って、はい、バッチリですね。ほとんどバラシもなかったんじゃないですか。うん、でもなんか止まる感じは、はい、あのね、他の餌と同じ感じだったので意外とかね、うん、ちょっとそこで焦らずにちょっと待ってからの合わせっていうので、はい、今日はやってみました。あ、よかった。ちなみにパイプの匂いはいかがでしたか。海っていうよく言えば海っていう感じですパイプの黄色いのとか赤いのとかついちゃってる。ついちゃってる。ちなみにこっちのデブキヤもちょっとでも、なんか慣れたら大丈夫。どっかいな。こうやって描くと臭いけど、これは確かにもうちょっと今残骸みたいになっちゃって。いやいや、でもこのサイズになると、はい、あ、そうですよね。なかなか大きいと割りづらいですよね。確かに。なんかそれ冷凍で使えるらしいですよ。冷凍しとくといいみたいな。知らんかったね。それでしとけよ。でも冷凍したら匂い大丈夫？多分ね、大丈夫だったんじゃない？食べ物大丈夫？ちょっと疑問。なんかビニールでぐるぐる巻き。確かにそう。本日もですね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この時期にですね、パイプ虫で釣れることってなかなかなかったのですが、結構ですねパイプ虫のシーズンも後ろに下がってきていて、今回もですね朝方バッチリとパイプ虫で釣ることができました。里見さんもですね初めてパイプ虫を使われておりましたが、付け方だったりですね合わせ方と郡さんたちにですねお伝えいただいて、そこをですね言われた通りにしっかりと実践されて、バッチリとクロダイをですね3枚ほどかけられていらっしゃいました。やっぱりですね待ってからこう掛け合わせるまでなかなか大変ではございますが、初めての餌でですねしっかりと釣果を出されたのはさすがだなと思いました。それでは皆様また次回の動画でお会いいたしましょう。励みになりますので高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。